こんにちは、国恭介です。作詞家国恭介の世界へようこそ。今日は私の育ったですね、いや育ててくれたと言った方がいいんでしょうか、ふるさとに触れてみたいと思います。明治6年、古いですね、1873年、今年創立150周年となる小学校があります。私はそのうちの小学校を1953年ですから昭和28年に卒業しました。もちろんこの学校に校歌があってですね、昭和、これも古いですね、昭和3年に作られたという校歌なんです。時代とともに多くの校歌が新しく作り直されているという時代なんです。それに対して今の時代になってもですね、そのまま継承され歌い継がれているのは素晴らしいという証かと思われます。その一節、弥彦角田の峰の雲、たなびき渡る有明の、浦和に響く松風に、声打ちそうる興津波。文語体です、七五調です、四行詞です。この意味は弥彦山っていうのと角田山という二つの山が並んでそびえています。その峰に白い雲がたなびき渡る、つまりぐーっと広がって海の方へと連なっているという姿が遥かに見えています。小学校のそのすぐ後ろにある松林に吹く風がさわさわと歌えば、そのすぐ後ろの海原の波がザーザーと声を合わせるようにして聞こえていますというような内容ですね。この一番はとても穏やかな佇まいを感じさせる小学校であります。こんな風情のうちの町、新潟市西区うちの町というところで育ったお話は、新沼謙治さんの歌ったですね、津軽小女の解説をした時にちょっとご紹介したように思いますけれど、この町の新聞店、新聞販売所、これが私の母親の実家です。私はこの家に居候しながら学校を出していただいたということです。そんなエピソードをお話ししましたね。今日はこのうちの町について触れてみたいのです。この町は今うちの五十嵐地区文芸のふるさとと称してアピールをしております。この町出身の有名人結構いるんですよ。国恭介の先輩というにはちょっとおこがましいんですが、皆さん誰でもがご存知の作曲家遠藤実という先生いらっしゃいます。年齢差が7年ありましたので、同じタイミングではこの学校の板場を踏んでいないなんですが、同窓生ということでは大変名誉なことですね。また芥川賞作家の藤沢周さん、それからベストセラー小説を量産する出版社幻冬舎専務の石原正康さんもこのうちの町が輩出しています。また歌会始めで天皇陛下の御前で歌われたという当時13歳だった加藤浩一さんもいます。これらのことを受けてですね、この町を文芸のふるさとと名付けたようです。いやいや、そこにおこがましくも私も名前を連ねているということになります。この一連の企画を推進し牽引している方は平成21年から25年までうちの中学校の校長を精力的にお務めになられて、海外での活動、そしてその帰国後このまちづくりを大変熱心に携わっている方が中山誠先生です。これまでの町並み、私の知ってる町並み、50年60年とあまり変わり映えしてないんです。そんな風にしか見えなかったこの町、しかしながら風光明媚な穏やかな町というほか、実はあまり
知ろうとはしなかったということが分かってですね、ちょっと自分自身も驚いてますが、実は素晴らしい遺産がいくつもあるんですね。その一つ、例えば川と川が立体交差をしているっていう、そんなところは見たことが皆さんありますか？珍しいなと思いますけれども、その場所はまた古いですよ。江戸の末期1820年と言いますから、もう今から200年も前のことになりますね。越後平野を悩ます信濃川の氾濫をコントロールするために、新しい川を掘って日本海にその水を流そうという計画です。日本海のこの辺りは海に沿ってずっとその砂丘が続いています。その砂丘を真っ二つに開いて川を海へ流そうということなんです。でその川の、これから作ろうとする川の上流、平野の方に、越後平野と言いますね、平野の奥に入りますと型と言われる大きな沼ですね、そういうのが大変大きなのが5つありまして、氾濫時にはこの水がどっと溢れます。水害をなくそうというようなことからですね、この新川という川の開削工事が始まりました。延べ200万人という労働者、労働力、これがですね、当時はまだ機械はありませんから、鍬を持って手で土を掘って、そして木工、ご存知ですか、前と後ろで、その土を担いでの作業をする、そういういわば英知と協力、そして強い信念があって、数年というスピードでそれをやり遂げたという大工事だったようですね。今では当たり前に見える一つの風景にも感慨深いものがあり、感じ入ってしまいます。そして今新しく始まった中山先生の内野の町づくりには、アイデアに富んだ面白さがたくさん生み出され、昭和の匂いが大いに残るこの町のあちらこちらに新しい名前のついたビューポイントが作られています。私のことに関して言えば、 JR 内野駅というのがあります。そこからまっすぐ前に連なるメインストリートになりますがね、いわゆる駅前通りには清耳の歌った作品名がついて、男と女のお話通りとか、もう2年になりますか、森好美さんが歌ってくれた作品からですね、海岸に近い新川に架かる橋の名前がおけさ小石屋橋とかいうのがありましてですね、まあ、他には遠藤実先生の立派な歌碑がうちの駅のすぐ脇に置かれています。遠藤先生の作品の名前もまたたくさんあちらこちらで見ることができるということのようです。そしてうちの町は決して広くはないのですが、何せね、水がおいしいんです。水が素晴らしいんですね。ですからお米も当然おいしい、新潟の米、越後米が作られます。それゆえに日本酒の醸造元がいくつもあります。日本酒が様々においしくいただけますがね、先代から受け継いだ私の同級生が作っている鶴の友というお酒も有名ブランドとして、存在しています。振り返ってみれば、出身地新潟市うちの町はね、ただ幼少少年期を過ごしていたという場所に過ぎなかったものなんですけれど、今になって感じるところ、素晴らしくいいところで私は育っていたんだなと今実感させられます。繰り返しになると思いますけれども、その新聞販売店をやっていた実家では、新聞屋ですから配達に出かけたりすることは当たり前ですが、1年のうち春夏秋の季節はあまりこれという実感がないのです。つまり非常に平穏だったということですね。ところが冬の厳しさだけはぐさっと刺さるように心に残っているんです。さてどうしてでしょうか。冒頭でご紹介いたしました藤沢秀さん、石原正義さんとの対談の折に、お二人はふるさとうちのはいつでも飛んで帰りたいほどのふるさと愛がありますとそうおっしゃっていたのに対して、国京介はふるさとから早く逃げ出したいという思いを告げました。
お二人にはですね、じろっと睨まれてしまいましたがね、実は冬の季節をイメージしての発言だったんです。お二人とは20年ほどの年齢差がありますから、この差は私の知ってるあの厳しい冬の寒さ、荒れる吹雪に負けまい、そしてただただ突き進んだ新聞配達の折の実感、記憶ですから、無理もないことだったんだと思いますね。温暖化の進んだ時代の今ではもう想像さえ難しいと思います。雪の深さで言えば毎年1メートルは積もっていたように思います。今ではもうその雪も積もることはないようですよね。またその頃を思い出すとき、もしかしたらというのが一つあります。当たり前にやってた新聞配達は、もしかすると現在の基礎体力づくりにもなっていた。つまり知らず知らずに体は鍛えられていたのではないかという実感があります。過去60年ほとんど風邪をひいた以外に病気もせず入院生活もない、そのせいかなと思うんですね。そういうことから言いますと、ふるさとうちのの生活に本当にありがとうと感謝しなければなりません。今回はうちのに住まわれている友人や町に住む人々にも見ていただいているかもしれません。また新しくお住まいになった方も多いかと思われます。どうぞうちの町の良いところをですね、存分に味わっていただきたいと思います。そんなわけで今日は新潟市西区うちの町、そこで育った国京介のお話でした。現在ですね、うちの町では町歩きというご案内を実施しています。ご興味のある方は概要欄連絡先からぜひお問い合わせください。今日もご覧いただきありがとうございました。よろしければグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。国京介でした。